お酒が飲みたいな。お酒が飲みたいですが、お酒がないんですよね。買ってこようかな。もう始まってますけど、買ってきますか。いいです、いいです。今日は風間会でも何でもない。振動さん会です。はい。お待たせしました。振動ファンの皆さん。全国2億6000万の。なんで6000万なの？とうとう俺の番か。俺は3年の振動誠だ。はい。とうとうって。トランプにまつわる話さ。あ、やばい。なんかね、俺の友達がなんか学校であった怖い話は、トランプの話が怖かったな、みたいな。そんなかっこいいやつじゃないけど。そんなことないやつはいないよ。そんな振動さんみたいなやつじゃないけど。寺子はトランプ好きか？大好き。好きです。うん。俺もトランプは好きだぜ。それにしてもあれはよくできてるよな。たった52枚であれだけいろんな遊び方があるんだからな。しかも、そうだね。まあ、遊び考えた人がすごいと思うけどね。最近はゲームもいろいろ進化したけど、トランプに勝るものはないと思うね。まあね、やれば、やっぱトランプ面白いなって思うからね。うん。あれを考え出したやつってのは本当に天才だよな。俺は真面目に尊敬するぜ。おう。53枚目のカード、ジョーカーですね。ジョーカーってやつだ。あの存在がトランプをより面白くしてくる。ジョーカーが具現化して襲ってくるみたいな。まさに魔法の一枚だ。西洋ではジョーカーを不吉なものと考えているらしいけど、なんとなくその気持ちはわかるぜ。ジョーカーなんて頼りになる時もありゃ、絶対に欲しくない時もある。要するにどんな扱い方もできるオールマイティカードだ。なんて言うんだっけ、そういうカード。なんて言うんだっけ、わからん。何カードって言うんだっけ、出てこない。もういいや。どうしてトランプと学校の話があるのかって。そう焦るなって、今から話を始めるからさ。俺のクラスに大倉和夫ってやつがいてな。やつは実に世当たりがうまいんだ。世当たりがうまいというか、ちゃっかりしてるっていうか、まあはっきり言えば金にうるさいんだよな。俺はどっちかっていうと大雑把な方だから、財布にいくら入ってるのかもあんまり数えないな。まあ俺もそんな、ねえ、気にしないよね。お金がなくなったら下ろせばいいよね。金にはきっちりしてる方なのか。今の発言からしてあんまりしてない方だと思うよ。そういうやつは気をつけるよ。大倉の世話になるから。大倉は、大倉大臣みたいな感じのやつなんだろう、多分。お金貸してくれ、みたいな。学校で氷が、そのままだった。おー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 。すごいな。犯罪だぜ。そんな学生のうちに金大量に必要になる金、学校で数々の悪どい商売をヤクザみたいな物の売買から宿題の請負いやギャンブルの元締めまで。宿題の請負いって、コンピューターでもスキー板でも大倉に頼めばどんなものだって安く手に入るって話だぜ。もっとも全部万引きしてきたものらしいけどな。すげえなそれは。犯罪に犯罪を重ねた。ギャンブル。トランプでしょ。そう、トランプだよ。あれ違う。例えば、どこかで喧嘩が始まるだろう。すると、どっちが勝つのか配当を決めてみんなにかけさせるのさ。それでその収益をいただく。損をすることがあるのかって？いや、大倉に限ってはないね。どうもその喧嘩ってイカ様らしいんだよな。ありゃ、八百長じゃよ。最後はどっちが勝つか最初からシナリオができてるのさ。それで大倉にとって利益の多い結末に自由を変えられるって寸法だっていうか、なんでお前知ってるんじゃ。お前もなんかその一枚噛んでる感じのあれなんじゃないのか。上前を跳ねてるみたいな。だからあいつはかなり羽振りがいい。不良連中にたかられるのかっていうとそうでもない。儲けた金で用心棒を雇ってるくらいだからな。どんな組織よ。何恐ろしいっていうの。そら恐ろしいって読むのこれ。はい、そら恐ろしいわい。つまらないことを言ってしまった。本業は学問か。まあ固いことは抜きにしてだ、氷菓子ってわかるよな。金を貸してそれに高い利子をつけて返してもらう商売だ。トイチって知ってるか。トイチっていうのは10日で1割の利子。うん、わかるわかる。そしてその利子を払えなければ最初借りた元金に上乗せされてどんどん借金が膨らんでいくって仕組み。
賭博目視録、こと一で金を貸している、証文取ってわざと利子を受け取らないのさ。最初は笑顔で近づいて金を貸すだろう。それで借りた相手が約束の期日に返しに行く。するとどういうわけか大倉のやつは姿をくらましちまう。だから金を返せない。そして日にちだけが過ぎていき、そろそろ返せ、なんという悪どいね。大人の世界でもここまでえげつない話は聞かないだろう。聞かないだろうっていうか、あんまりそういう世界に金を借りたりとかしたことないからな俺は。結構影のボスのような存在になるっていう噂もあるほどだ。漫画で見たくらいだね俺はね。金のないやつの匂いを嗅ぎつけるとどこからか現れてそっと忍び寄ってくる。だから学生自分に金ねえなーみたいな感じにならんやろ。まあ親がさなんたらかんたらで貧乏だみたいなのあるかもしれんけどさ。なあ君お金ないの、安く貸してあげるよってな。トランプは、うん、なるほど。もともと人生なんてギャンブルみたいなもんさ。大倉を見てるとその言葉が心からうなずけるから不思議なもんだよな。そうかね。トランプに目がない。すぐに飛んでくるぜ。あいつが言っていたのを聞いたことが。じゃあポーカーって言えばガチャって出てくるかな今。俺が大倉だみたいな。俺はギャンブルをするために金儲けをしてるんだってな。けれど弱いんだ。どうしようもなく弱いんだよ、僕ら。へえ。だからまだみんなに恨まれながら、憎まれなかったのかもしれない。なるほど。高利貸しで高い金利を取っていくくせにギャンブルにはめっぽう弱い。勝負運がないのさ。だからせっかく儲けた金を全部吐き出しちまう。それでみんなも高い金利を取られてもすぐ取り返せるからいいやってことになるんだろう。世の中うまくできてるもんだぜ。なるほど。話がうまいね、あなたも。どうだ？寺子はギャンブルは好きか？俺全然ギャンブルことやらないんだよね。宝くじもやらないし、スロットもやらないし、パチンコもやらないし、競馬もやらないし。なんちゃそれ嘘じゃないよ。男じゃねえ。じゃあ女だよ、俺は。寺子だよ、俺は。と、それとも、今まで、一度も、賭け事したことがないっていうのか。泣くね？俺全然しないよ、ほんと。賭け大嫌いなの。麻雀すらしないから。したことはない。へぇ、珍しいやつだな。天然記念物級じゃないのか。でも、いつまで持つもんかね。なんすか。まあいいや。それでさ、大倉っていいかもだったわけ。でもそれがある時から変わったんだ。突然賭け事に強くなっちまったのさ。まるで人が変わったようにな。それからの大倉はもう金の亡者だ。それまで以上に借金の取り立ては厳しくなったし、扱う額も大きくなっていった。ん？もういいよ。大倉、あぶろうよ。俺は一度だけ奴らがポーカーしているのを覗いたことがある。正式なルールだと、ポーカーにはジョーカーは使わないらしいな。ああ、そうだらしいね。いろいろあるからわからんね、でも。なんだっけ、大富豪とかさ。ローカルルールがありすぎて、なんだかよくわからんことになるよな。イレブンバックだの。八切りまでだな。もうイレブンバックがあるともう、なんだか俺はよくわからんくなる。いやいやいや。いやいやいや。あれが気味悪いんだよ。はあ。女の顔が半分骸骨になってる絵なんだ。ジョーカー。へえ。なんか、目の位置が合ってないような、鼻の位置が合ってないような、まあわからんけど。縦にちょうど真っ二つに割って、その左半分がむき出しのドグロなんだよ。そして右半分が冷たい感じの青い顔をした女なんだ。趣味の悪い絵だったな。一体どこであんなトランプを売ってるんだろうな。俺興味があって聞いたのさ。おい大倉、お前そのトランプどこで買ったんだよ。そしたらあいつなんて答えたと思う。骨董品や親父の海外土産、縁日の出店、拾った。拾った。拾ったっていこうか。これか、拾ったんだよ。大倉はそう言った。でも答える前に一瞬口ごもったのを俺は見逃さなかったね。目ざとい。大倉は嘘をついた。だいたいトランプが一組そっくり丸のまま落ちてるなんて信じられるか。
嘘が下手だからもう掛け事弱かったんじゃないのっていうか進藤さんが掛け事が強そうだな。これポーカーだし、ポーカーフェイスできてないじゃないの大倉ちゃん。だからしばらくやつを見張ることにしたんだよ。俺はしばらくゲームを見てた。そして不思議なことに気づいたんだよ。そのトランプのジョーカーってドクロなんだ。バッドエンド画面のドクロに蛇足しましたみたいな。それも目の部分の開いた穴に黒い蛇が絡まってるんですよ。さっきの女とドクロのあれは何、表の図柄だったの。俺ごめん、話しててよく見てなかったんだあれよく分かんなかったなと思って伏せておいたんだけど、これがジョーカーなのね。気味の悪いジョーカーだった。でもな、もっと不思議なのはそのジョーカーが必ず大倉の手元に来るんだよ。ポーカーってゲームはジョーカーは何にでも使えるオールマイティカードだからな。そいつが1枚あれば相当有利にゲームは進められる。だから大倉のボロ勝ちさ。でも不思議じゃないか、どんな確率から言っても必ず大倉の手元にジョーカーが来るなんてありえない。イカサマでもしていない限りな。イカサマじゃよ。面白くないっていうか、お前イカサマしとるやろボケがってことになるじゃろうね。それは一巻の終わりそれは3ゲームぐらいしたら、5ゲームぐらいしたらもうイカサマだって思うよ。ポーカーをすればやつの手元に必ずジョーカーが来るのは分かっているのに誰もその秘密を見抜けない。ほんと賭博目視録みたいな話になってきたぞ。それにあのトランプを手にして以来、大倉はそのカードを使おうとしなかったし、ジョーカーを抜こうともしなかった。学校であった怪事。自然と誰も大倉とポーカーをしなくなった。それで大倉はどうしたと思う？お金やるから、ポーカーやろうよ、みたいな。氷が岸に励んだ。トランプもうどうでもよくなっちゃった。学校に来なくなった。いや、ここポーカーの話しよう。トランプの話だし。行こう。必死に相手を探し始めた。ポーカーをやらなきゃ生きていられないとでも言うようにな。でも奴が強いのはみんな知ってる。誰も相手にならないさ。そしたら奴はなんと金をばらまいて、ほらほら。だろ？金か、勝ったら金もらえんぞ。負けても、おお！太っ腹やん！すごい！正気の沙汰じゃないよな。だけどそのおかげで相手になる奴が出てきた。もちろん大倉は強いからな。金を取られたことはなかった。そうなると無気になる奴もいるもんさ。朝学校へ来るとすぐ大倉のところへ来る男がいたぜ。名前は小林とか言ったな。とにかく授業時間以外、朝から晩までずっとポーカーだ。へえ。見てなくていいよ、お前は。見ている方が疲れたぜ。へえ、氷菓子はしないんですか。来なかった。ポーカー、ああ、ポーカーやりたいよ、みたいな感じになるんじゃん。大倉さんは。土日は。でも勝てないんじゃないの。へえ。小林はえらく衰弱していたらしい。カサカサした肌に落ちくぼんだ目、髪の毛も半分以上白髪になってバサバサ抜け落ちていたらしいんだ。それで遠くの病院に入院することになったんだよ。トランプの呪いじゃの。あ、二人でやってたんだポーカー二人でやってたの。金ばらまくって言ったらもうちょっと参加する人いないのか。大倉さんかなり嫌われてますね、大倉大臣。1回1000円。気味悪がってみんな近寄るのも嫌がり始めた。そんなある日、俺は大倉に捕まったんだ。奴はとにかく一緒にポーカーをやってくれって言うんだ。ほっとくと土下座もしかねない勢いだったな。だけど俺は断った。もう懸命。そしたら突然奴が悲鳴を上げた。もうダメだ、タイムリミットだ。そして倒れ込んだんだ。慌てて覗き込むと白目を向いてピクピクと引きつってた。即座にヤバいと分かったね。その時奴から正気が消えた。中に電気が灯っていたのか、パチンと消されたみたいだった。灯ってたのか。奴が死ぬ瞬間だったのかな。人が死ぬ時ってスイッチをひねったようにあんな簡単にいっちゃうもんなんだな。それからうつ伏せの背中から何かが抜け出した。もやもやとしたそいつは大倉から完全に抜け出すとまとまった形になった。なんだと思う。死神さ。また死神出てきちゃったみたいな。わわわ。
大倉のトランプの絵と同じさ。そいつは俺を見てニーッと笑った。そしてじわっと消えていったんだ。空気中に溶け出すようにな。大倉はもうこと切れてた。抱き起こした時、胸ポケットからバラバラとトランプがこぼれたよ。それがさ、信じられるか。裏側が真っ白だったんだ。書いてあるはずのドクロ女が一枚残らず消えてたんだよ。へえ、消えていいんだよ。ギャンブルの目、それとも悪魔。悪魔と契約していたと。はあはあ。おお。近い近いトランプに。わかんないとこがあっても俺の話が下手なせいじゃないぜ。俺だって誰かが説明するならぜひ聞きたいんだからよ。怖いね。誰だっけ？あ、次は岩下さんですね。18分ですか。長くなっちゃうなこれ。でも見たいな、もう一個ぐらい。怖いっていう友達の話も気になるし、そんな怖くなかったと思うけど。はい、じゃあこっからやろうか。ポーカーをみんなやってくれなくなったので氷菓子に励みました。ポーカーはもういいや。どうしてかわかるか。利子を払えないやつを無理やりポーカーの相手に誘う。ポーカーはやるんだ。ポーカーがやりたいから氷菓子に励んだ。なるほど。変わんねえじゃねえかこのルート。いいのかな。負けたらどうなると思う。うわぁ、死んだ時に魂をよこせって言うんだよ。みんな笑ったぜ。負けても死んだ時に魂を渡しますって一筆入れればいいんだ。そしてさらにそれを書けば借金を返すのはいつでもいいっていうお得なおまけ付きだ。死んだ時に、死ぬまでは魂が解放されず極楽へ行くことは許されないみたいな感じ。半永久的に金を返さなくていいってことだからね。この話に連中は乗る連中は多かった。もっとも真面目な連中は見向きもしなかったけど、ちゃんと期限内に返しますんでみたいな感じですか。当然俺も見向きもしなかったぜ。だってそうだろ。だってお前金借り取るんかよ。まず金を借りないところからしっかりしろ。お前はみんな借りるだけ借りるとすぐにポーカー勝負に挑んだよ。だって負けても痛くないんだもんな。お金をもらってポーカーの遊び相手をしてやればいいだけのことさ。それはお金なくなっちゃうんじゃないか。大倉の、大倉は負けなかった。まあ相手に真剣さが足りないんだから最初から勝負にはならなかったけどな。まあそんな真剣さっていうか、まあ運じゃないの、ポーカーって。賭け事をやってない人がこういうこと言ってはいけませんね。真剣にやれば勝てるんですね、賭け事は。知らんけど、はい、俺はやむようで遅くまで学校に残っていた。まあ理由は聞かないでくれ、俺にもいろいろあるからな。そうですか、怪しいな。何をしてたんだお前は。その時教室の片隅で隠れるようにして縮こまっている人影を見ちまったんだ。大倉だろ。大倉、俺の声に大倉は驚いたようだった。でも驚いたのはこっちだぜ。あいつはナイフを持っていたんだからな。何を、トランプを。でも間に合わなかった、俺はそれを見ちまったんだよ。何を見たと思う。トランプ、契約書、わからない。これなんだろうな。まあトランプで行くか、まあ、違うとこ行こうか。いやまあトランプでいいか、トランプの話だ。あのトランプさ、正確に言うとトランプじゃない。トランプの裏に書いてある半分ドクロの女なんだ。俺は自分の目を疑ったぜ。こんなことってあるか。なんとあの女がトランプから抜け出しているじゃないか。ここら辺はさっきの展開とあまり変わらない感じだが、女といっても頭だけだぜ。ピンポン玉くらいの大きさで星首のようにも見えた。そんなちっちゃいんだ。ないというより首の下には小さな触手のようなものが。うにょにょにょ。ホイミンじゃないか。ホイミンはほんと気持ち悪くない。歩くんだ。全部抜け出しているようだったから50体はいたんだろうな。そいつらが一斉に俺を見た。そしてキー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 甲高い声で泣き出したんだ。神道、見るな。やめて、見ちゃいや。そりゃ怖いわ。ナイフで指の腹を切ってそいつらに血を飲ませていたのさ。大倉の5本の指に頭だけの小さな女がしゃぶりついていたからな。異様な光景だったぜ。半分は真っ白なドクロじゃないか。それなのに血がそんなにうまいのか。残り半分の顔が嬉しそうに微笑んでいるのさ。目を細めて半分白目を。怖いな。
アヘ顔。こいつらは人間を食わなきゃ生きていけないんだ。時間がないんだよ。どうしても53人の人間の魂がいるんだよ。めちゃめちゃ言うな。引くわ。俺のために死んでくれっていうか、殺してたのお前。その前に。むしゃぶりついてるだろ。ナイフを握った右手を俺に向かって振り上げたのさ。その時俺は正気に戻った。女たちの魔力が溶けた気分さ。やめろ。俺は大倉を思い切り突き飛ばした。いや、倒れ方が悪かったのか、ナイフは大倉の腹に突き刺さっちまった。すごいな。ヒュン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 ドみたいな。キャ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 。女たちの歓喜の声が響き渡ったのさ。わー、食われる。腹に。おしゃ。やめてくれ。約束通り餌はやる。この契約書がある限りお前たちは餌に困らないだろ。俺は餌じゃな。怖い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 。腹からゴボゴボと吹き出る血のプールで女たちは嬉しそうに泳いでいたよ。血まみれになってケタケタと笑いながら喜んでいたよ。いくつかの頭は大倉の腹をかすさぶき、その中に潜り込んで踊っていた。死んだ昆虫に群がるアリの大群のようだった。うわー怖い。大倉、まあお前が殺したんだな。まあそんな胸に刺さった時点でもう助からなかった、助からなかった。うん。契約書書いた人間たちはどうなるんじゃろう。その本当の理由を知ってるのは俺だけだけどな。でもな、最近思うんだ、あれは幻だったんじゃないかと。少なくとも俺にはそう思わせてくれよ。そうそうっすか。ああまあ確かにね、人殺しになっちまうんだぜ。こんなところで告白しないでよ。そんな。きっとあのトランプがあいつらの家なんだろうな。そして普段はカードの裏にべったりと貼り付いて潜んでいるんだろうな。もっともあのカードも契約書も今はどこにあるのかわからない。けれどあの時契約を交わした連中はどうなるんだ。そうだな、よかったな契約交わさなくて。進藤さんは魂を食ってどうやって食うんだろうか。大倉は魂を食われたから死体も残さずこの世から消えちまったんだろうか。もしあの出来事が現実で、あの女たちがみんなの契約書を持って逃げていたとしたら、それはそれで面白い絵面だな。いや、やめよう。そんなことを考えるのは、大倉があいつらとどんな約束を交わしたのかも俺には興味のないことだ。ただ俺は今でもトランプをやるとき裏に書いてある絵だけはよく見ることにしてるんだ。いい、いい話の締め方だ。うん、破り捨てるさ。破り捨てたら危ないよ。近寄るな。よしよしよし。じゃあ心置きなく岩下さんの話に行けますね。じゃあ次回は岩下さんの第6話で、その次に7話という感じになっていきます。よろしくお願いします。